湯本博明は、日本の実業家。芸能事務所カロスエンターテイメント、代表取締役社長。一般社団法人健康百寿協会理事。2008年、オスカープロモーション20年勤務後に、カロスエンターテイメントを設立。また、同年、女性医師によるユニットをプロデュース。勇敢富士にて、安らぎの処方箋と題した連載を開始し、 健康と医療への意識と関心を、高め社会的貢献を果たすべくメッセージを発信。自社所属、定型タレントの書籍、DVD 等物販のプロデュースのほか、2016年11月発売の、伊藤元明ファーストシングル、君と夏と南の島、ハートブレイクロマンスでは、2曲の作詞、作曲を手掛ける。また、2017年11月発売の伊藤元昭。 セカンドシングル、トワイライトイブ、週末の夜ににおいても、長瀬茂造なる、別名義にて作詞、作曲。上記、自身プロデュースの4曲が、カラオケダム、ジョイサウンドに配信されている。フジテレビ、好きな人がいること、最後から2番目の恋と、ドラマの舞台になった鎌倉、稲村ヶ崎にある、海投げらは、湯本の実定がシェフとして経営している。 ありがとうございます。